どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。昨日ですね、ウルトラマンコラボの情報来たと思います。はい。まあ、全キャラね、僕も動画で話してね。まあ、すごいキャラ数多かったわけなんですよ。まあ、その中でですね、今回もリーダースキルの調整がありまして、弱体化となっております。はい。今回も弱体化入っておりますんで、話していきます。で、今回ですね、実装前に弱体化ということで、弱体化されたキャラはこちらです。はい。一体だけですね。ウルトラマントリガーパワータイプのリーダースキルに一部誤りがありましたので修正いたしましたという感じになっております。はい、多分これ修正前は合ってないですね。なるほど。まあ、調整前がこんな感じで、はい、リーダースキルがですね、火の2コンボ以上でダメージを半減3コンボ加算、7コンボ以上で攻撃力が20倍、火の全パラが 1.7 倍なんですね。で、実は俺これ解説動画で全パラ 1.7 倍をHP1.7 倍と勘違いして見てたんですけど、まあ実際ね、調整後全パラ 1.7 倍は剥奪されました。まあそうですね、これなんでかっていうと、まあ全パラ 1.7 倍半減に攻撃20倍ってことは、攻撃力が34倍なんですよね。ってことはリダフレ1156倍と、さすがに1156倍はもう環境壊れちゃうということで、フェリルの時と同じようにね、今回調整が入っております。はい。で、まあ問題の調整後なんだけど、調整後はこんな感じです。はい。リーダースキル、火の2コンボ以上でダメージを半減3コンボ加算、7コンボ以上で攻撃力が20倍、火属性の HP と回避力が 1.7 倍となっております。はい。これが今回の調整内容ですね。攻撃 1.7 倍が剥奪されまして、まあ攻撃力20倍で、HP 回復 1.7 倍半減リーダーになったって感じになってます。はい。まあそうですね、トリガーに関しては、まあそもそもね、まあ、HP 回復 1.7 倍にダメージ半減っていう視点で、まあ、ぼちぼち強いのかなとは思います。はい、もう最低限は使えると思います、全然。ただ、やっぱりちょっとね、まあ、強いて言うならちょっとね、20ターン変身であのリーダースキルだったらぶっ壊れてたんで、少しまあ残念な気持ちはあるかな。結構ね、今回のウルトラマン系統もね、あれは低いんですよ。ステータスは全体的に低いんですけど、まあ、その分ね、低レアリティで、かつ優秀なキャラたちが多いので、比較的使えるんじゃないかなとは思います。これがですね、今回の調整内容となっております。はい。なんかフェリルの時もあったんでね、リーダースキル出す前にちょっと確認してほしいっていうところもあると思うんですけど、実際はね、なんか、このウルトラマンコラボのキャラたちは、まあ、なんか、金曜日まで調整かかってたらしいんで、まあ、多分チェックする時間がなかったんでしょうね。まあ、それで今回このようなミスがあったらしいです。はい。これね、リーダースキル調整入れますので、注意してください。はい。これがね、さっき紹介した、公開したウルトラマンのリーダースキルに一番誤りが出ましたって感じになっております。はい。まあ、そんなウルトラマンコラボはですね、Twitter キャンペーン1月24から始まる通り、なんともう1月24の朝10時から開始となっておりますので、ぜひよかったらですね、ウルトラマンコラボ控えておいてくださいって感じになってます。はい。で、あとですね、ちょっといくつか情報を見逃したんで、話しておきます。まずですね、こちら、10周年前夜祭、2択アンケート第2弾実施です。はい。マシン系フェス源の奇跡、交換所に期間限定で追加されるならどっちと。こちら今回実装されております。はい。まあ、レックスかグランディスってことで、これ結構分かれそうだな。まあ、一応僕多分グランディスの方が低いと思うんで、グランディスにしますね。はい。めちゃめちゃ分かれてるやん。でもやっぱグランディスの方がちょっと低いっすね。まあ、なんでかっていうと、レックスは具体的に使い道がまあ少しあって、グランディスは使い道がまだやっぱり、はっきりとはね、少ないので、今回強化あることも考えて、グランディスの方ちょっと低そうかなと思ったんですけど、めっちゃ接戦ですね。まあ、ただ言ってもあと5時間なんで、もうほぼほぼレックスで確定になるかなとは思います。はい。これいつも思うんですけど、マシン系フェス源の奇跡、交換のに期間限定追加されるのどっちってあれなんですけど、なんならもう配布でもいいと思うんですけどね、僕は。まあもちろん奇跡で運営が出してる理由もめちゃめちゃわかるんですよ。配布しちゃうとちょっとそれはそれで話変わるから。ただなんか1体くらいはちょっとなんか配布みたいな感じでね、ゲットできてもね、すごいいいのかなとは思っちゃうんですけどね。奇跡特大って結構コスト高いんで。まあそうですね。まあ、ちょっとこれ、結局コスト高いからそこは変わらないよって感じになってます。はい。僕実際千里ドラゴンの奇跡とかも今回来てるんですけど、交換してないんですよね。奇跡の特大が5色の中から、まあ合計5個いるので。まあまあコスト高くて、結構僕は素材不足で交換できないんで、まあ、なかなかね、コスト高いですけど、まあ配布されるって感じになっておりますので、まあぜひよかったらですね、皆さん。あ、5属性いずれか3体と交換か。あ、それいいっすね。5属性いずれか3個と交換なら比較的交換しやすそう。ちなみにこのシールの方は、
シエルの方は同属性の奇跡かける5。なんかよくわかんないけど、まあシエルの方が強いからですかね。なんかシエルの方は奇跡の条件めっちゃ厳しいんですけど、こっちは奇跡がね、条件低くなってるって感じになっております。なんならもう奇跡特大3ならもうなんなら配布でいいだろ別にって思っちゃうんですけどね。まあこれが10周年前夜祭2択アンケート第2弾です。あのキャラとかは結局ゲットできるわけじゃないんで、あくまでね、進化祭だけって感じになってます。キャラに進化形態を増やして、その進化素材の価値を上げるって感じのね、あの、診断所に置いたりするっていうのが最近多かったと思うんですけど、まあ、それで取れてない人に向けてね、こういう風にイベント開催していくって感じなんですかね。まあ、多分、奇跡持ってる人とかは賞味どうでもいいと思うんですけど、まあ、ぜひよかったらね、アンケートは答えてもらえればなと思っております。はい。という感じが、今回のアンケートの情報となっております。こちらぐらいですかね。これらがですね、今回の情報となっております。はい。まあ、昨日ですね、ウルトラマンコラボと、あとね、既存キャラのね、能力調整も入りまして、まあ、ちょこちょこ動画使ってみてあげてるんですけど、まあ、結局ね、これ何が問題かっていうと、あんまりネタ切れに変わりはないんですよね。まあ、別にね、月曜日から頑張ればいいだけなんで、まあ、ネタ切れじゃないっちゃネタ切れじゃないんですけど、まあ、なかなかネタ切れはネタ切れなんですよ。なんでかっていうと、今回の強化で使えるキャラが、まあ、ロッキーちょっとね、Q ターンエンハンス面白そうだなぐらいの感じはあって。あと、まあ、カウンはね、シールフパーティーで使えるかもね、みたいなとこちょっとあるんですけど。まあ、なかなかちょっとそこ難しいところはあって。ワンチャンもカウンは使えそうかなぐらい。トニアも強くなったけど、まあ、わざわざパーティーに入ってくるかと言われれば、まあ、なかなか入ってこないと。まあ、7キロ、7キロ、7キロ、10キロは強いですけどね。なかなかそこはちょっと難しいところがあると。で、フェニックスライダーはライダーなんで雑魚。オーディンも結構周回寄りなんですよね。アルキオネも周回寄り。まあ、攻略で強くなってますけど、7ターンスキルが結構重くて、ちょっと入りづらさはある。周回なら強いけどって感じ。なんか全体的にそうなんですよね。このキャラめっちゃ使えるやんってキャラが少なくて、このキャラネタにしたろってキャラが結構少ないんですよ。それこそ雷神とかグランディスとかは使いましたけど、あと使えるのがまずノーヒメとゼローグと分岐グランディスくらいですかね。いや、これはなんか今週も結構ネタ切れウィークになりそうですね。まあ少なくともグランディスとかに関してはね、まだ結構使えるんでいいっちゃいいんですけど、ゼローグも多色なんで、今更多色の動画上げるのも結構やばいやつ感はあるんで。いや、まあでもいいか別に。多色もなんかね、このゼローグのおかげでまた強くなればいいよね。今やっぱり多色って結構弱い状況にあるじゃないですか。まあ、あの単色、てかロボが強すぎて、ロボのせいで完全に多色より今単色なんですけど。ワンチャンこっからまたね、もしかしたら多色が入る可能性も 1% ぐらいあるかもしれないんでね。そういう点から、まあ、余裕があれば使ってみた動画も上げていこうかなと思います。はい、まあという感じですね。今日はウルトラマンコラボのリーダースキルが調整された件について話す動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。